みんな、もう休み時間は終わりよ。早く教室に戻ってください。まだなのだ。まだまだ遊びたいのだ。ふふふ、まったくもう、元気なんだから。私は四国メタン、東北地方のとある特別支援学校で、教員をしています。そしてこの、とびきり元気で、笑顔の可愛い女の子は、ズンダモンちゃん。サッカーが大好きで、いつも泥んこになって遊んでいます。先生、先生。なに？どうしたの？今度お姉ちゃんが J リーグの試合を見に連れて行ってくれるのだ。あら、いいわね。優しいお姉さんね。そうなのだ。お姉ちゃんは僕にとっても優しくしてくれるのだ。僕はお姉ちゃんが大好きなのだ。ズンダモンちゃんはご家族の愛情をたっぷり受けて育っているみたいでした。特に年の離れたお姉さんに可愛がってもらっているようで、お姉さんと遊んだ話を嬉しそうによく私にしてくれました。そんなある日、ズンダモンちゃんはこれまでで一番嬉しそうに私に話してくれました。今度お姉ちゃんが結婚することになったのだ。お姉ちゃんが花嫁さんになるのだ。ズンダモンちゃんは小さな頃から結婚式や可愛いお嫁さんというものに憧れを持っていたらしく、初めて本物のウェディングドレス姿が見れると目をキラキラと輝かせて話してくれました。僕もよそ行きの綺麗なお洋服を着てお行儀よくしてるのだ。あら、いい子ね。ズンダモンちゃんがいい子にしてたらきっとお姉さんも喜ぶわ。えへへ、喜んでほしいのだ。この日のズンダモンちゃんは本当に幸せいっぱいな様子で、私もとても気持ちよくお話を聞いていました。しかし翌日、ズンダモンちゃんは朝から元気がありませんでした。休み時間になっても外で遊ぼうとしません。私は心配になって声をかけてみました。今日はどうしたの？ズンダモンちゃん、体調でも悪いの？メタン先生。あう、わぁ、えぐえぐ。急に泣き出したズンダモンちゃんから話を聞くと、どうもお姉さんから、結婚式には来ないでほしい、と言われたようです。お姉ちゃんは僕のことが恥ずかしいのだ。手も足もない妹がいることを、相手の男の人に知られたくないのだ。うわぁ、うわぁ、えぐえぐ。私は泣きじゃくるズンダモンちゃんがかわいそうでかわいそうで、どうにか少しでも慰めてあげたいと思いました。しかし、なんと声をかけてあげたらいいのかわかりませんでした。結局しばらくよしよしをして少し落ち着いてきたところで保健室へ連れて行き、まだ泣いているズンダモンちゃんから逃げるようにして職員室へ帰りました。教員として失格です。